放送はやっぱり疲れるな。大変なんですよ、こう見えても。はい、こんにちは、斉藤茂です。でも、そんな僕には強い味方がいるんです。これこれはですね、今日の僕のおすすめ、絶対のおすすめです。名前はですね知らんじゃないぞ、イタリア製なんですけど、ソフトジムニックと言いまして、要するにこれボールなんですが、ただのボールだと思わないでください。これがですね、本当に肩こり、腰の痛み、お仕事で疲れてるあなたには最高です。もう簡単です。そう、ちょっと抜けるぐらいいいんだよな、これな。はい、こんな感じでブヨブヨ。これがですね、例えばうーん、気持ちいい肩のこりね、首のこり。それから、一番僕が大好きなのが、これはスタジオには絶対これが必要なんですけど、カッパさん、取れますか、ここですねこの下、肩の下あーい本当に僕姿勢が悪いんで、こうやってですね、背中にこのボールを入れて、最高にね。ちなみにこういろんな、なんていうの、エクササイズとかリラクゼーションとかリフレッシュっていうメニューが全部書いてあります。なぜかイタリア製なんですね。しかもお値段安い。さらにドッジボールにもなるということで、これは絶対におすすめです。僕友達からこれを紹介してもらって、使い出してからもやみつきになってしまいました。ぜひカバンの中に入れておいてね。だってこれ使い終わると、こんなになっちゃいますからね。カバンの中に入れておくと OK です。おすすめです。以上、レポートでした。なかなか難しいね、ジャパネット高田みたいにやるのね本当ね。おだめ